やっほー、ハロー。今日のお供はこれ。わかりづらくね、なんか。ほら、あ、ほら、さっきコスコ行ってティラミスケーキっていうケーキを買ってきました。これは前にタビがあのコスコ行った時にまずそうって言ったやつで、だって美味しそうじゃないじゃん、これなんか。何だけど、今日は買ってみました。ということで、今日はこれを食べながら、カナダあるあるについて話してみたいと思います。なんで私こんなクネクネしてんだろうね。わかんない、クネクネしよう。おはようございます。じゃあ俺もクネクネしたから、俺もクネクネ話して。あ、やるよ。はい、はい、します。はい。はい。よし、乾杯。なんか、ね、得意じゃないかも。あ、一口目でそんなこと言っちゃった？うん、苦手。ちょっと匂いかな、んかお酒、あ、酔ってきちゃったかもしれない。え、二口で4つ払っちゃった。これどんだけすんげえ一本あんじゃん。ケーキ食べながらあるある。え、どれからにしよう。一つ目、カナダにいればマリファナの匂いがわかる。もう一発目からぶっこんでいく。なんていうの、吸ってる人とか近くの人が吸ってるなっていうのはわかる、うん。独特な匂いするからね、うんうん、すぐ分かっちゃうね、うんうん、あれはね。あと例えばバス停とかでね、吸ってそのままバスの乗ってくる人とかはさ、うん、匂いプンプンしながら、そう、匂いとかすごいついてるからさ、うん、匂いバスの中すごい人とかいるよね、うん、車椅子の人がめっちゃ強くて車椅子速くて引かれそうになる。はい、車椅子が違う。いや、あれ説明しないと。車椅子がさ、こうじゃなくてさ、電動のさ。あ、そう、電動だから。電動車椅子だから。日本みたいにさ、すいません通りますみたいな感じじゃないの。そう、ね、もう弱々しい感じじゃない、もう。どいてどいてみたいな感じで。で、あの車椅子の後ろにさ、このビヨーンってさ、やったら旗がついててさ、うん、それがもうビヤンビヤンになりながらすんごいスピードでいくもんね。すごい。そう。で、それに伴ってあれなんだよ。その車椅子とかの人がすごいアクティブだから、うん、車椅子でも電動なの、違う、炭酸がもうさどんどん出てくるから喋れなくてさ。頑張ってよ。炭酸がすごく、ね、でまた飲まなくていいよ。炭酸飲んだらまた出ちゃうんで、うん、あ、そっか、はい、そう、車椅子がそう電動のやつでもうどんどんさアクティブに外みんな出るんじゃん、うん、だからすごくいいと思うよ。ホームレスはアクティブだから、道とか道路のど真ん中で寝てたり、裸でこう太鼓叩いてお金くれってやってる人もいたり、うん、まあそうだね、アクティブ、とにかくアクティブ、みんな話しかけてきたりして、うん、おーってなったりする。あの道のさ隅の方でさ、こうやってあのこうやってやってお金チェンジしてめげてくださいとかじゃなくて、まあいるけど、まあ、いる、それはもう本当にあの普通の一般にいる感じで、うんうん、すごいさレベルまで行くとさ、うん、マジでダウンタウンの超道の人がバーって歩く、マジでど真ん中にこうやって寝てたりするよね、うん、時々あれすごいよね、うん、でホームレスもある意味結構普通の職業、うん、普通の職業っていうか、なんていうの、それでずっと生計を立ててる人はずっと生計立ててるじゃん。実際あの一人知ってるホームレスの人は家もちゃんとあって、だからホームレスじゃないんだよね、うんうん、で、ちゃんと同じ時間になるとそこの道に行って座ってやってる、うんうんうん、どころ。あ、次、すごいもう年上、もう50歳とか60歳とかぐらいの人でもバリバリナンパしてくる。あ、そうなの？あ、わかんない？それはベイビーさんが綺麗だから。私は結構年上にモテるのかも。それはさ、カナダあるあるじゃなくてベイビーさんあるあるなんじゃない？いやいや、そうなのかな？ほぼ白髪の人とか。でもね、気をつけなきゃいけないのはね、留学生とかこっち来る人はね、すごい結構声かけてくるから ね、 そうだね、みんなひょひょついていっちゃダメだよって話。う、うん、みんな声かけてくるし、事件とかに巻き込まれるからね、うん、ダメだよ、本当に。そう、みんな声かけられるから、なんか声かけられた嬉しいって言ってついてきたらダメよってこと。みんな声かけてんだよってこと。そう、日本でもそうだけど、はい、こっちの人も声かけます。はい、うん、とにかくその野生動物が多い。多い、もうだね。この間タヌキ、ってかそう、タヌキ引かれてんのよく見るんだよね。タヌキじゃなくてラクーン、アライグマって言ってもらっていいですか？タヌキは日本のタヌキでしょ。こっちはラクーンでアライグマ。あ、違うの？同じものでしょ。違うよ。タヌキ種でしょ。タヌキ種と多分ラクーン種でちょっと
あ、違うんだ。似てるけどちょっと種違う。じゃあラクーン種がよく潰れちゃってるとか、あとリスとかも今そこら辺にいるしね、よく潰れちゃってたり、あ、潰れちゃってたりもするけど、そう、あと全然カナダは野生動物、野生動物いる、まあ、クマさんとかね。あ、そう、コヨーテじゃん。それがもううちの近くでも出るし、あとはダウンタウン方面のね、公園でもすごい出るから今問題になってんだよね。うん、そう。コヨーテ行っても近づいちゃダメですよ。え、はい。次、バレンタインには、うん、みんな男の人がバラ持って待ってる。で、会った時に彼女とか、奥さんか分かんないけど、会った時にそれを彼女に渡して、ありがとうってやって、うん、幸せなカップルが街中に溢れている。結構みんなお花あげる人多いよね。お花あげる。え、マジでダウンタウンみんな男の人バラ、うん、持って、うん、その日になってる。あと、その、あ、街でバラ配ってるわ、こうやって、うん、前後でね。そう、そういいなーって思う。え、それ俺もいつも毎年バレンタインであげてるよ。じゃあ街中をバラをこうやって入って渡して嬉しいって言ってこうやってイルミネーション綺麗だねってやってみんな歩いてるの見ると、え、俺いつも毎年やってるよ。やってないじゃん、うちら。バラあげてるよ。バラは家の中であげられてるけど。あ、街で欲しいってこと？違う違う、街でこうやって待ち合わせして、うん、ああ、待った、待ってないよ。バラ買ってきた。今日バレンタインだから。次はじゃあ、あの、バレンタインズデーは、待ち合わせ、街で待ち合わせね。そう、うん。バスは時間通りに来ない。来ない。から、早く行っても遅く行っても、時間ぴったりに行っても、それは、運次第。そう。だから、なるべく15分前から30分ぐらい前に行ったらいいんじゃないの？わかるけど。で、20分に1回ぐらいしか来ないところなんかね、うん、全然来ない時あるもんね。もう、何度も私すごい歩いた記憶あるもん、もうそれで、うん、あ、もう来ないって、もう、それで遅刻したりとかさ。うん、で、その次で言うと、バスはめっちゃ、じゃあもうそのルーズだから、その時間にだから普通にいきなりもう超急いでたりとかして、もう運転手さんがはいちょっとここで止まるよ、はいちょっと水汲んでくるねとか言って公園で水汲みに行っちゃうとか、公園か分からないけどどこに買い、あのドーナツ買いに行っちゃうとかね、コーヒー買いに行っちゃうとか、そう、あるで帰ってきた電話みんなお待たせ、あ、ごめんトイレも行ってくるわって、もう一回トイレとか行っちゃう、え、トイレ行ったよマジかよってなる時とかある。日本だったらそれはない、ね、いやないでしょ、ドーナツ買いに行ったりする、ないよ、超アナログ。そう、日本みたいにバスだけがただブーンってやってるんじゃなくて、上でこう紐でなんか電気でブーンって結んでるから、ここがよく取れちゃうんだよ。そうそうそう。そうすると外行って運転手さんがそこをこうやって、もうあれはやばい。まだかよってなる。急いでる人乗ってたら嫌だよね。外れた時にはね。そう。だから、ある意味こっち来ると本当に穏やかになるかも。もういちいちそんなんで、いちいちそんなでイライラしてたらね。焦っててもしょうがないから。で、私すっごいせっかちだったけど、結構もうどうでもよくなってきた。すべてにおいて。うん、もうオッケーってなってきた。いいことかもしれない。バスって前と後ろにピッてタップして乗れるところがあるんだけど、うん、あの、まあ、前のその運転手さんがいるところでもしピッてやってお金が入ってなくてブーとかってなってもみんな普通に乗る。あ、お金を、まあ、日本みたいにその厳格に、はい、じゃあパスモとかに入ってないなら200いくら今210円くださいとかっていうよりはブーって乗ったら、あ、次払うわとかってやって普通に乗る人とかめっちゃいるし、うん、なんならピッとかやんないで乗る人とかも結構いる後ろだとね、うん、前ではないかもしれないけど、あとまあホームレスとかだと、まあ、ピッとか全然やんないで乗ったりするし、うん、結構ホームレスはもう全員乗り放題ですよこっちは。それでいちいち乗り放題、あの運転手さんはいちいち注意しないし、うん、それはバスでさ小銭が足りなかった時とかさ、小銭足りないなーなんてやってたりするともういいから乗ってっつって、うん、なる、うん、運転手さんが言ってくれるし、そこら辺も結構緩やかってのなんつうの、ま、だから悪い意味で言うとルーズなんだろうね、こう厳格にみんな同じじゃないんだよね、うん、ユーゴも、あ、いいよ、あ、次次ってやって、私の友達なんかだからもうずっとブー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 なってて1ヶ月ぐらい、もういい加減お金入れてよってことがいた、うん、いいよ入れるとこないんだもんみたいな感じだったけど、そう、意外にそれでもいけちゃう。推奨はしておりません。推奨しております、はい、こっちはティム・ホートンっていう、うん、こっちのカフェ、カナディアンカフェがあるんだけど、うん、みんなティムを愛してる、うん、ラブ・ティム。はい、で、ティミーっていう、このカナディアンっていう、あ、そうなんだ、相性があってね、でティミーのコーヒーは、あの今もそうだと思うんだけど、あの何、警察のイメージってさ、うん、ドーナツとコーヒーなのよ。うん、でティム・ホートンはそういうこうポリスに対しては
お金チャージしないで、多分ね、あのただ多分いいね。次、普通にリンゴとか食べたり、普通になんかもうランチとか先取ってる人とかいる。いいね、そう、先生いらないとか言ってこうお菓子とかあげちゃったりする、うん、先生もありがとうとか言って食べてもうめっちゃフレンドリーみたいな、うん、先生とお菓子をシェアするっていう。そうそうね、そう普通にお腹空いたらもう食べて、じゃ逆になんなんでいけないのっていうさ、うん、勉強できるんだったらどこにいてもいいんじゃないって、どこに座っててもいいんじゃないみたいな考えだからさ、うん、そうじゃあなたはこの席でここですとかさ、うん、そういうのないの。日本はあるでしょ、なんか、うんうん、だからそういうのないし、あこっちはないの、ないないない、座る席は、座る席決まってない。そう小学校、うん、もう一回どこ好きなところに座ってる。だから、ちょっと、次。あ、次。女の子が、ブラをしてない人が、ちょいちょい。もう T シャツで、もうそのままもう見えてて、あ、もうこの人は、あ、ブラ絶対しない主義なんだ。わかんないですけど。いや、その日たまたましたくないだけかもしれない。でも、ちらほら見る。私全然気になんないかも。あとは、これ普通だと思うんだけどさ、スパッツの人多いじゃん。もうケツプリーンってなってさ、うん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 。だってこっちはお尻をいかにセクシーに見せるかだから。うん、日本だったらあんまないよね、あんなにスパッツで。日本であんなピチピチのやつ入ってたぶん、地下に合う。あ、そう、うん。でも私も最初はそれ、へーって思ったけど、だんだんね、こっちに住んでると、うん、それが楽だし、当たり前になってくるよね、結構。うんうん、あ、もうはい。気づいたらいつもそれ履く。スカートとかワンピースとか着るとなんか、え、今日どうしたの、なんかの集まりみたいになる。ああ、ちょっと肩決まった。でヒールとか履いてるとそんななんかあんまりこう日本人みたいな服装の人はいないから、すごいどこ行くの、結婚式パーティーですかみたいになっちゃうから、うん、で私もそうだから、もうだんだんさ、おしゃれがこっちちゃんとこっちのテイストになってきたって感じ。次、女子でも男子でもなんか、あ、もう次の人がいるんだったらもう戸は開けっぱなし、開けっぱなしで押さえて、確かにね、それはあなたのために押さえています。逆にだから押さえないで自分だけ出るみたいな人って少ないから、逆にそれやられたらすっげーちょっとびっくり、感じ悪いなと思う。そうそう、感じ悪く感じるか、もう押さえてるのが結構普通だから、うん、そうだよね、お先どうぞとか言ってこう譲ってくれたりする。あ、そうだね、絶対そう、みんな自分の前にどうぞって、でこうやって2人で、あ、どっち先行くみたいになった時とかでも、例えばレジとかでどうぞ、うん、みんな大体 Go ahead after you じゃない、うん、基本的になんか私だけ先みたいな人ってあんまいない。みんななんかだから時間の流れる、そのあれが遅い、ゆっくり、ゆっくり、いいことだよね、うん、あと面白いのがさ、日本じゃ絶対こういうのありえないと思うんだけど、ここ英語とフランス語、英語とフランス語、全部英語とフランス語、英語とフランス語って1個ずつ書いてある。第二カ国語がフラ語だから、基本的に商品は全部英語とフラ語で書いてある。そう、そう、はい、ということでこのティラミスケーキはほぼ完食という。ちょっと待って、ちょっと待って、おかしいよ。なんでこれ最初ここまであったのね、これハービーさんこんだけ食べたわけね、握りこぶし2つ分食べたわけよ。ビビさんこれ何よ、これ一口だけじゃん。だって酒入ってる、これ酒入ってないよ、これ入ってるよ。ベイビーは18だからまだ酒は飲めないの。19から飲めるようになるか、19になったらまたから一緒に食べよ。血の指数がなんでやねん。でも美味しかったから、もしこのティラミスが欲しい、食べてみたいと思った人がいたら、ぜひタビアのベイビーに連絡してね。違うよ、じゃあコスコでコスコで売ってるからさ、コスコで買いに行ったり。ということで本日は皆さんご視聴ありがとうございました。これでカナダに少しでも興味を持ってくれたら嬉しいですということです。皆さんさようなら、また次の動画でね。じゃあね。Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine.